で温めますね、はい、ハンドリフレやったことないですもんね。意外とないですよ ね、 ね、多分リフレ、ハンドリフレのベッドバージョンが多分初なんじゃないかと思うんですよね。で、シアスルマこういうちょっともう赤くなってるとか、まあ、皮膚炎症が起きてるっていう場所でも塗れるんで、はい、普通 の、 化粧品なんかだとね、ちょっと異常が見られるところは塗らないでくださいっていうような感じで注意書きが、ね、ありますけど、はい、コホバ油とシアバターとケースをそういう化学的なものですとか入ってませんので、天然成分で、うん、肌に優しいので、でもあれじゃないですか、そう、その話はいいんですかね、ちょっと、はい、なんですか。ちょっと映像作品に、はい、出る機会が少なくなりそうっていうことですかね。はい、はい、そうですね、そうなんですね。ちょっとお仕事、合わないお仕事はちょっとやらないっていうふうに考えられて、はい、はい、残念な方も多いじゃないですか、はい、ファンの方は。そうですね、でもなんかやっぱ一番の理由は、はい、私ミーハーなんで、ほうほうほう、なんか有名な人と一緒に仕事組みたいと思うんですよね、はいはい、なんかだんだんみんな引退してくからそれがなくなってきて、はいはいはい、なんか楽しむ会がなくなってきたというか、うんうんうん、そうなんですね、やりがいが見つけられなくなってきて、やりがいがない仕事は嫌ですよね。そうなんです、その割に足腰に負担がかかるから、だったらやんない方がいいですね。そうなんです、なるほどなるほど、まあ、仕事はまでも選びますよね、それは。自分がやっぱり楽しめる仕事とかね、考えた方がいいですもんね。乗ってきますね。痛くないですか？はい、はい、なんか嫌な感じあったりとか気になることあったらおっしゃってくださいね。あ、でも全然、はい、やっぱ炎症してるところに触れても痛くないですね。はい、染みたりとかがね、ないですから、ないですね、はい、アトピーの方とかでも安心して使えるんで、うん、最近何塗っても痛かったんで、はい、あ、そうなんですね、そういう薬塗っても痛かったから、はい、はい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 いいですね、はあはあ、で多分出される病院で出される薬って、うん、ホルモン副腎皮質ホルモンなんで、うん、塗るのやめると余計ひどくなるみたいな、あ、はい、悪循環にな陥りやすいんですよ。あ、だからなるべくだったらやっぱ本来自分の体から出るものなので、うん、まあその薬には頼らないっていうやり方の方が、うん、結果的には長い目で見ると、まあ、いろいろ負担にならないので、うん、うん、シアーバターおすすめですね。結構痛い。そうですね、あんまり痛くないはずなんですけど、まあ、ちょっとやっぱり流れが悪くなってるところはちょっと痛みが出ますね。硬いですね。
どうですか、手のひら。気持ちいい。うん。ですね、力入りやすくなってますね。ああ疲れますよね。腕結構疲労感が出ます、うん、はい、多分ちゃんとよく眠れてないですよね。寝れてないですよね、まあ、それも体硬くなる原因の一つなんですよね。あのリラックスしてると結構柔軟性上がるんですけど、うん、はい、力入ってるとやっぱりこう体を緩めてはいけないっていう風にあの、まあ、ストレスあるとどうしてもこう守りに入ろうとい う,、うん、こう今は危険な状態だっていう風に、うん、まあ、なんで体硬くするかっていうと出血しないようにしてるんですって。へ、非常事態だっていう風に思って、これはもういつ切りつけられるか噛みつかれるかわからんという、まあ、やっぱり本来怖いっていうのはやっぱ命が危ないに直結してたわけじゃないですか、うん、昔は、うん、で今ってそういうんじゃないストレスの方が圧倒的に多いんですけど、うん、やっぱまだそのやっぱりいきなりは進化しないんで人間の体も、うん、だからやっぱりその昔の本能が残ってて体が傷つけられるっていう、はい、不安がよし、じゃあこうもし切られてもかみつかれてもいいように体を硬くしておいて血が出るのを防ごうっていう、うん、痛みを抑えようみたいな、そういうのに備えてるわけなんですよ、ね、でもこういうマッサージとかって緩めようっていう行為じゃないですか。あ、だからこうちょっと混乱するというか、そうなんだ、あの緩めていいのか力んどいた方がいいのか、体がちょっとやっぱりまだ対応できないっていう状況になってるんですね。そうするとなんか痛いとか、まあ、だからストレッチしようっていうのも同じことですよね。ストレッチってやっぱりこう息吐いてとかってやるじゃないですか、あったかい部屋でとか、うん、なんでそうじゃないといけないかっていうと、まあ、あの寒かったりあの体をこう息止めたりすると硬直させるんで、硬直した状態でストレッチしようっていうのはなんかブレーキかけながら進もうとしてるみたいな無理がある状態なので、だからあのかえって怪我の元になっちゃったりとか危ないですね。だからあのそうなんですよ、あのやっぱり、うん、まあ、心身がつながってるので、うん、心の状態がね、あの体に出るので、そう、うん、そう、あのやっぱりうまく力抜きながら やるっていうことが大事になるんですね、うんうん、なので、まあ、ちょっとこうやって揺らしたりですとか、まあ、部屋寒くないように気をつけたり、まあ、息吐いていただいてそのタイミングに合わせてとかいう工夫が必要になりますね、うん、そういうふうにしてると結構あの痛くないようにできて、だんだんまあ安心感が勝ってくるので、あ、じゃあもう大丈夫かな、力抜いてていいんだなみたいにして、あ、うん、確かに常に力入ってますね。そうですね、まあ、そういう状態ですとあのやっぱこの肌の状態をよく保つとかって二の次じゃないですか、うん、命が危ないっていう時はやっぱりそうなんですよ。だからとりあえずその体を機能を止めて、あの息を止めて、で体をこわばらせて、うん、痛みに耐える、うん、出血に耐えるみたいな、うん、そうなんですよ。なんか予防線張ってる状態というか、それは本来はその知恵だったというか生き延びるための手段だったんですけど、うん、今の現実世界では、うん、それってあのいつまでそうしてればいいのって感じじゃないですか。やっぱそういう環境になっちゃってるから力入ってるっていうことだって、その環境を変えないとできない、力抜けない、
もしくはその環境の中でうまくやる方法を、だからその例えば週に1回はマッサージ受けようとか、うん、やっぱり毎日お風呂にはゆっくり浸かろうとか、うん、するそのリラックスするっていうのを意識的に作らないと、うん、あの常に力が入ったまんまになってしまって、うん、あの体としてはもうやっぱりでだんだん元気だった頃が分からなくなっちゃうんですよ、うん、あのあまりにも調子が悪い状態が続いちゃうと、うわ分かる、うん、そうそう、なんかそれに慣れちゃってなんかだんだん痛みも分からなくなったりとか、うん、なんかもうよくしようっていう気力が落ちちゃったりとか、うんするので、まあ、ちょっとそうなる前になるべく、うんうんまあ、定期的にまあ体をほぐしたりとか、うん、さっきのストレッチみたいにどこが硬いとか、うんうん、あこういうふうに痛いぞとか、あこういう動作してないとか、まあ、体に意識を向けて、うんうんまあ、こう健康な感覚とか、うんうん、体に対する、まあ、愛情認識とか、まあ、そういういろいろ取り戻すって感じですね、うんこれから取り戻していきます。そうですね。まあまあでもまあとりあえずそういうやりたくない仕事はもうやらないって決めたとかあるから、うん、まあまあよくなるんじゃないですかね。まあ、時間ができますからね。そう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 大事だと思いますよ。うん